河合貴則君国民民主党新緑風会の河合貴則でございます私も正直申しましてこの話が公になった時にはのけぞる思いがいたしましたすべての政策立案のベースとなるべき統計データが無残な取り扱いをされていたということただ私は正直申しまして過去の 不手際がそのまま温存されてきたということに対して、今の担当の皆さんや大臣が、この問題とどう向き合って、どう抜本的に解決をして、今後、適正な行政を推進していかれるのかという観点から、議論をしていかないと、建設的な議論にならないと思っておりましたので、できるだけ建設的な議論をしようと思いながら、実は。 準備をさせてていいいただいてまいりまりしたがしかしながら、ここに至るまでの間の厚生労働省の対応や、また一昨日の夕方になって、突然出てきた報告書の内容を見るにつけ、本気で原因を究明して、再発防止を図ろうとしている姿勢が一切見えません。従いまして、どう、何が問題なのかということも含めて、改めて、おそらく今後の、 予算委員会や厚生労働委員会でも残念ながらこの問題引きずることになります。従いまして、今回、本日は高切られた時間でもございますので、問題の提起をいくつかさせていただきたいと思います。えー、答弁書、質問通告いたしましたが、使いません。えー、皆さんが答えられることについて、えー、質問いたしますので、率直にお答えをいただきたいと思います。まずですね。 今回のこの報告書でありますけれども、この、えー、外部特別監察委員会の報告、えー、これを、えー、委員会を立ち上げてから結果を出すまでの間、1週間です。このスケジュール間は誰が決められたことですか、お答えください。一言で答えられますよね。上塚官房長、はいえー、この観察委員会でございまますがあ設置につきましては 1月の16日に設置をして、第1回会合を17日に開催をしております、なお、これ以前から、監察チームという形で活動を始めておりましたので、その監察チームの成果も踏まえて、特別監察委員会での聴取、 文書確認等を,開始をしたとというところでございますでこの特別監察委員会を始める際に、速やかに結論を出していただきたいということは、厚生労働省としてお願いをしているところでございます河井貴教君、誰がこのスケジュール感を決めたんですか上塚官房長。 はい、あの開始時にです、ね、あのスケジュール間ということで、何日までということを申したわけではございません、ただ、あのなるべく迅速にという指示については、あの大臣も委員会を含めて、えー、解明について速やかにということございましたので、えー、そういう趣旨のことを我々から委員長ほか、委員にお伝えをしているということでございます。川井貴則君、えー、では、えーと そのわずか7日間、1週間の期間の中で、全体会合が2回開かれましたと書かれております。具体的に、この観察チームのメンバーになっていらっしゃる有識者、統計の専門家の先生方です。名前だけ見たら、ものすごいメンバーの皆さんが並んでいらっしゃいます。したがって、私もこの内容について、真面目に検証してみようと思ったんです。 でも物理的にどう考えても、2回集まっていただいて、過去15年間、データがなくなってしまっている、資料がなくなってしまっているようなものも含めて検証しなければいけないという話で始まっているにもかかわらず、2回全体会合なします。では、この監察委員の有識者の先生方は、この7日間の間に、一体何人の方がどのぐらいの時間をかけられたのかお教えください。すすぐ分かりますよね事務方だったら上塚官房長、はい えー、この間、えー、土日も含めまして、えー、連日のように入れ替わり、立ち代わり、多くの委員の方にあのお見えいただきまして、えーまあ、先ほど申したように、ヒアリングをしたり、文書確認をしたり、あるいはその中であの統計、えー、との議議等、えー、についてあの、意見を聞いたりということをしておりました。あの今委員の,答えの えご質問にあったような、何人の方にあのそれぞれ何回というのは、ちょっと今、手元で整理しているものではございません。河君何も答えていらっしゃいません、入れ替わり、立ち替わり、土曜も日曜も、別にそちらのスケジュール間でやっていらっしゃるわけですから、委員の先生方に占めれば、土日まで出てこなきゃいけなくなって、むしろご負担がかかってるはずですよ。改めて、えー 正確なデータをご提示いただきたいんですが、それぞれの委員の方が、このわずか7日間の間に、どなたが、どの時間帯にお越しになって、どういう監査、観察をなさったのかということについて、きちんとした文書でもって、説明の資料をご提示いただくよう委員長にお取り計れをお願いします、はい、ご国理事会で協議いたします河井貴教、はいはいえー、内容についても少し、えー、指摘をさせていただきたいと思います。 今回のこの報告書、先生方もご覧いただいて、皆さん、こんなもんじゃ全然足りないじゃないかということのご指摘は繰り返ししていらっしゃいますので、そのことについては、今更さら触れませんけれども、結論的、結論めいたことがはっきり言われているのは、組織的な隠蔽の疑いは見られなかったという、この一点だけです。組織的関与の否定だけです、はい。で、あとは総括のところに言語道断であるとか。 こうしたお叱りの言葉がいくつか並んでおりますけれども、それを除いて、具体的な事実関係については何にも書かれてないんです。これが第三者委員会の検証結果報告書として、一般の皆さんがご覧になれたときに、ご納得いただけるものだと思いですか、大臣根本厚生労働大臣。 あのこれはまあ,あのいろんな判断があるかと思いますが、この報告書の中では、どういう、まずはどういう事実があったのかということを整理して、そしてこの事実に対しての評価、判断ということであの整理されておられます。ですから私は、私もこの報告書を読ませていただきましたが、これはもともと発端である 平成16年からの事案、あるいは22、23年の頃の事案、そして30年1月以降からの事案、まあ、大きくこういう事案について、どういう事実だったのか、なぜこういうことが起こったのか、特になぜこういうことが起こったのかというのは、やはりその担当した職員がどういう目的で、どういう動機で、 そして職員の認識がどうであったのか、これが私はまあ今回のポイントだと思いますが、その点についても、ここはヒアリングをしていただいて、であるいはあの観察チームで先行してやった事実も踏まえながら、観察委員会の皆様が、委員長を中心に、精力的にここは分析し、審議し、 判断してていたものだと思っておりますですから私はこの、この報告書はその意味では、まあ、我々が求めてたのは、事実はどういう事実か、どういう原因か、そしてとりわけ職員の同期目的、基本的認識、これはどうであったのか、あるいはその責任ということですから、その意味においては、私はこの報告書で、そこは明らかにしていただいているものと思っております。 河君そ,、えー、そこまでおっしゃるんでしたら、もう一回確認させていただきますけども、そもそも、えー、全数調査をしなければいけないのに、中出調査を,、えー、かいにを始めてしまった、そのお理由は何のためですか、ここに書かれていることでいいんですか羽生総括審議官、えー。先生お尋ねのお 平成16年以降の東京都における規模500人以上の事業所にかかる中止調査の実施および、えー、ということでございますが、えー、報告書で申し上げますと14ページからあの具体的なあの事務連絡あるいは、えー、事務取扱要領の 記載の経緯をまず示した上で、それが係長名の指示でが記載されていたようなことでございますとか、それからあの動機につきましては、例えば14ページのところでございますけれども、ブロック別の事務打ち合わせ会の中で、継続指定を避けることができないかという質問に対しまして、そういった観点から、今回から 東京都の一部産業で標本調査をしたでございますが、15ページでございますけれども、都道府県の負担があの増えてしまわないよう、その調整という意味でも、中止調査とするようなこととしたと思うということでございます、それから中ほどでございますけれども、そうした判断につきましては、担当課のみの判断ということで、そうしたことについては、不適切というあの評価をいただいていると、一例を挙げますと、こういうこと。 で整理をいいいたただとううふうに認識しております川井貴則君確認しますよ、担当者に聞き取りを行って、その判断だけで第三者性がどうやって検証されるんですか、東京都の抽出調査を行ったそのきっかけが、現場の負担を軽減するために言って、そういう声があったっていうようなことが報告書書書かれてます、確かに。書かれてますけど、東京都の関係者の方は侵害だって言ってますよ。 このズレはどう説明されるんですか、もう一回お答えください。ハブ総括審議官、えー、あの事務連絡でございますとか、事務処理要領そういったものの,あの、まあ、書類の調査に加えまして、えー、ヒアリングということであの、私どもの職員、元職員のヒアリングを実施していただいたということでございます。えー そうしたあの調査結果に基づきまして、えー、供述内容を踏まえて、あの委,員さん同士委員の先生方、相互にご議論をいただいたわけでございます。えー、大臣からも答弁ございましたとおりあの、統計の専門家、あるいは、えー、3名の方の弁護士が入っておられるわけでございます。そうししたあ専門的な判断のに立ちまして この報告書の記載のような、えー、判断がされたということで、えー、公表に至ったものと承知をいたしております貴則君羽生さん、しゃべらなくていいですよあの。どんなに優秀な学者さんでも、正確な情報が手元になければ、正確な判断なんかできませんよ、本気でおっしゃってるんですか、いい加減なおというのも、大変にしてくださいよ。 大臣にご質問します厚生労働省側の聞き取り調査では、現場から全数調査に負担に対する配慮を求めるような声があったといったような記載がされ,ましたされておりました、報告書にもあります、そのことに対して、現場の都道府県側からは、こちらからそんなこと言ったことはないと、侵害だと、実際にその作業に携わっていらっしゃった方からのご意見も出ていると、やに伺っております。 なぜ、そういう、こういう厚生労働省が、大臣おっしゃいましたね、一番大事なことはなんでこんなことを始めたのかだと、なんでこんなことを始めたのかといったことに対して、そういう現場の事情があるんだということを、職員が言ったんだったら、それに対してなんでその対象者に対して聞き取りを行えないんですか、一番大事だって言いながら、一番大事なことやってないんですよ、これ、そう思われませんか、大臣、ご答弁ください。 根元厚生労働大臣あの今回の事案は、要は実際こういう作業をやっていた職員が、どうしてこういうことをやったのかという、同期目的、そして職員の認識ですから、その意味ではこの報告書に書いてありますが、職員がどういう認識であったかということは、この報告書に書かれているとおりだと思います。そして その実際に都道府県に直接聞く必要があるかどうかというところについては、監察委員会のまあ弁護士を含めた専門家の有識者の皆さんが議論して、議論して、のの判断したと思いますよ。ということだと思います。川井君君監察委員会のあの先生方の認識だと思います あの与野党の先生方にもぜひ冷静にこうお考えいただきたいんですけれども、長年にわたって不正を行って、そのことを実質的に隠蔽してきた職員側の意見だけを聞いて、報告書を作ったということなんです、これ。そういうことなんですよ、第三者員が全然担保されてないんですよ。で、実際に1週間でしょ、そうじゃないと、官房長、首横に振ってらっしゃいますけれども、 あの実際に第三者委員会、委員会を立ち上げて、そこから何の目的で、何を検証して、そのことに対してどのように検討したかを作業した上で、結果、導き出していくわけでしょ、やり取りがそこには生じるわけでしょ、第三者委員会作って、作ってから1週間で結論が出る。 それが完璧なものだって、なぜ言い切れるのか、そのことがわからないんですよ、こんな中途半端なものを出すから、事実解明をしないままに幕引きをしようとしていると、周りに皆さんに思われちゃうんです、私はそう思ってますからね。大臣、これまでもさまざまな委員の先生方がすでにご指摘されてますけれども、到底これでは国民の皆様もそうですし、衆参の与野党の厚生労働委員の先生方もご納得されません。 ぜひ、されなないいしできないできすねぜひ改めてこの第三者委員会を、本当の意味での第三者組織をですね、第三者の目が入って、厚生労働省や,や官僚のバイアスがかからない形の第三者委員会を作ってくださいよ、私はそれを作ることで嫌がらせ言ってるんじゃないですよ。客観,な客観的なデータを 国民の皆様に提示しなければ、信頼が回復できないから言ってるんですよ。本気で考えていただきたいと思いますが、いか,がですか根本厚生労働大臣あの。第三者委員会は確かに1月17日に会合が開かれました。しかしその前に、第三者委員会は、その前段としても、ずっとこの問題については、 ままあまあ年末年始、徹底した調査をしろということで、厚生省も徹底した調査をしているし、観察チームというのがありましたから、すでに、そしてその、だから観察チームでもそこは議論をしてですよ、そして観察チームの中身を継続する形で第三者制を強化した第三者観察委員会でやったわけですから、全くゼロから、 1月17日、全くゼロからやったということではありません、そしてあの中身については、この報告書をどうあの判断されるかということだと、私は思います河井貴則君。今、大臣、すごいことをおっしゃったこと、お気づきですか内部監察チームのそもそもの積み上げてきた議論があるから、だから第三者委員会の検証のもともとのデータあるって今おっしゃったんですよ。全く第三者委員会じじじゃゃゃなないいですかじゃあ よろしいんですかそのままであの。時間かかりますから、えーと、引き続きちょっと質問させていただきます、いくつか他にも指摘したいことがあるんで、ご質問しますが、先ほどですね、あの石橋委員の方から、えーと、去年の12月20日に事務方からご報告を受けたと、えー、いうことについての確認と、その後の官邸、えー、への報告の、大丈夫ですか、大丈夫ですか、大丈夫ですか。あの えー、官邸ののの報告のタイミングの話がございましたでそれで、過去の大臣はこの問題に関して全く情報が上がってきてなかったと歴代の方おっしゃってます。で、確認することはできません、したがって、そのことについては、本当かなという疑惑は残るものの、これ以上の追及はできないわけでありますが、ところがですね、指摘させていただきたいのは、昨年の12月20日、この 金統計のデータに齟齬があるということを、ご報告を大臣は受けていらっしゃるにもかかわらず、翌日、確保知の公表されましたよね、何も正しがきつけずに、これはいかがなんですか、どういう事実関係なのか、教えてください根本厚生労働大臣。確かにこの問題について、12月20日に報告を受けました、それは確かに私がずっと長年、16年間、上がってなかった。 と思いますよそれをはじ初めて私が全数調査をやってるところをやってなかった復元してなかったこれを受けましたからだからその一方を受けたので徹底的に調査をしてほしいということをやりましたで21日に加工地をそ,そのままそのまま出したとまあ実は私もその時点ではそこは 報告を受けてませんでししたから正直に申し上げると21日に確保値が出るということは私も報告は受けてなかったでじゃあ事務方がどうしたかというと20日にまあ私に挙げてそして21日に確保値を公表したわけですけどまあ事務方についてはそれはなんかそこまで 事務方の言葉を借りれば、そこまで思いが至らなかったと、事務方は聞かれて、記者会見でもそういうふうにえ言ってますから、実は事実関係はそういう事実関係だということであります河井貴則君。うんあのー、ちなみに、その報告されたのはどなたですか誰にもた大臣に報告をした方。 大西政策統括官あの統計部門の責任者の統括官の大西でございます、あの大臣には私から報告いたしました川井貴則君。あのそのときに、このデータ自体が、えー、従来公表していた全数調査ではないということが、今後問題になるということの危機感をお持ちなのであれば、なぜ大臣にそのことを指摘されなかったんですか。 大西政策統括官あのそれは誠に申し訳ないんでございますが、あのえーまあ、状況が分からなかったので、まああのまあ、思い至らなかったとっいうのは、あのそのときの、えーまあ、その以上でございます河井孝則君。あの大臣に改めて指摘をさせていただきたいと思いますけれども。 外形的には他の大臣は本当に全く要は情報が上がってこなかったのか、報告受けてないから全然知らなかったかか、大臣もおそらくお知りにならなかったのかもしれない。が、しかしながら、実際にデータが、そういう問題が、そごが生じているということになったときには、本来、大臣のガバナンスの責任とリーダーの責任として、そのデータの取り扱いについての指示を速やかにお出しにならなければいけない、これはお分かりになりますよね。外形的には 大臣は他の大臣と違って、このデータの不正が生じていることを分かっていながら、嘘のデータをそのままスルーで出してしまったということになっているんですよ、そのことの重要性をどうご認識されているのかということだけは確認させていただきたいと思います大<臣>根本厚生労働大臣。あの私も20日,に報告あの20日に報告を受けて、まあ 委員と同じように私も、あぜとしますよ、これは、統計の重要性、私は本当に分かっているから、だから徹底的に調査しろと申し上げた、言いました、で、21日に確保値が出る,出るということは、正直私はその時点で報告を受けてませんから、だから申し訳ありませんが、そこは報告を受けてなかった、そして、事後的に、事後的に言われたので、どうしてだと確認をしたところ、先ほど、 総括官が言ったような状況であったということでありますだからそこは大変申し訳ないと思いますあのそれを21日に確保値が出るということを知らなかったということについては私も大変申し訳なく思っております河合貴則君 知らなかったで、この問題がそのままスルーにされてしまう問題ではないということですよ、あのもう一回あの改めてご指摘させていただきたいですけれども、あの要は、ご自身がそのことの事実を知っていた,いたか知らなかったかということも含めて、知った以降に嘘のデータが出たという事実があるという、このことについての指摘ですからね。 ごめんなさいと、誠に申し訳ないという話だけで済まないということを、改めてご指摘させていただきたいと思います。時間がぼつぼつ回りましたので、もう一点だけ、どうしても指摘させていただきたいことを、一点、問題提起させていただきたいと思います。今回のこのデータの不正によって、追加給付がおおむね560数億円出るのではないのかという計算値が出てます。今後変わってくるかもしれない。えー、と同時に、システム改修や今後の 追加給付のさまざまな手当のために、おおむね200億円前後の経費がかかると、このようなこともすでに言われております。政府側では、6億円強、新たな財源を確保することで、一部の費用の負担をするということをおっしゃっておられるみたいでありますが、ここからが質問です。なぜ雇用保保保険保険険のかからいわゆる労労働働厚生生省が不正をしたたことによって生じた 穴の開いた190数億円の、要は事務的経費を負担しなければいけないんですか、労使が拠出している保険料で、なぜ厚生労働省の不正の穴埋めをしなければいけないんですか、そのことの合理性について、厚生労働大臣にはご認識をお伺いしておきたいと思います根本厚生労働大臣。 今回の追加給付については、毎月勤労統計の最終形置および給付のための推計値によって、給付額の上限、下限等法令上を規定し直すことで、各種給付額の再計算を行って、その差額を保険給付として支給するものであります。そして、まあ、今ののの議員のご質問ですがあの、まあ、このため例えば 雇用保険の基本手当に係る追加給付については、基本手当としてお支払いするものであることから、通常の保険給付に係る事務費についても保険料財源で措置すべきものと考えております。あの、そ,その点はぜひご理解を賜りたいと思います。河合孝則君大臣あの理解できないから質問してるんです。 あの追加給付のお金、本来払われるべき、支払われるべき保険料、これについては、労働保険の財源から当然、支給,給、拠出されればいいですよ、ですね、労働特会ですね、労働保険特会から拠出されればいいです。が、しかしながら、不正の修正のための事務経費をなぜ労使が負担しなければいけないのか、このことについては、理解、じゃあ、聞き方変えましょう。 厚生労働省のためにできた損害をなぜ一部の拠出者が負担しなければいけないのか、合理的に理解できるようにご説明をください根本厚生労働大臣あの。追加給付については、えー、やり直した上えで、えー、再計算を行って、その差額を保険給付として支給するものであります。 でまあ、委員のお話がありましたが、差額保険、雇用保険の基本手当、まあ、これはいわゆる失業手当に代わる追加給付については、これは基本手当としてお支払いするものでありますので、えー、通常の保険給付に関する、変える事務費についても、保険料財源で措置すべきものと考えております河井貴則君。 あの大臣、勘違いなさってるかもしれませんので、確認なんですけど、今回、2000万人、延べ2000万人超の方に対して調査しなければいけない、その上で、住所が分からない方も含めて、はがき出したり、手紙出したりしながらやり取りする、郵送料かかります。それからさらには、その作業をする上での人手もかかります。システム改修するためにもお金がかかります。これすべて本来、使う必要のないお金なんです。そのお金を、この特会から拠出をする。 そのののこことの合理性がどこにあるるかを聞いてるんですよ通常の給付のためにかかる事務的経費は当然出せばいいですよ、通常じゃない、不正の穴埋めのためのお金をなぜここから出すのかを伺ってるんですけど改めて根本厚生労働大臣。まあこれはあの委員とは意見をことにすると思いますが。あの まあ,あくまで保険給付として給付するという性格を考えて、保険料財源で措置できるものではないかと、またあの仮に従来の整理を変更して、税財源で措置するという場合,に場合は、雇用保険の非保険者であった方に対する追加給付を行うために、雇用保険制度と無関係な自営業の方などまでにも、 負担を求めること等になって、まあ、ここはまあ全体のバランスですけど、国民全体の理解を得ることは難しいのではないかと考えています川井貴則君。あの一言で追加給付っておっしゃいましたけど追加しなく、追加給付しなくていいお金を追加せざるを得なくなったんですよ。そそのののたたためめ費用でですすよよ厚生労働省のために出た損害なんですよこれそれを 保険料を拠出している方々の大切ないざというときのための保険、保険金、なんでそこから出すのかということを聞いてるんですよ。国民の皆さんにご理解をって、大臣おっしゃいましたけど、そもそもこのことについて、ほとんどまだ説明受けてませんからね、われわれ。今後、この問題につ,きついても、大きな争点になるということについては、ご指摘をさせていただきたいと思います。あのこうしたことも含めて、まだまだわからないことがたくさんございます。 私は国会が始まる前に、この問題をしっかり解決させて、法案の審議に十分入っていけるように、そのためにどうあるべきなのかをざ考えてまいりましたが、残念ながらとてもそういう環境にはなっていない、このことを指摘させていただき、今後も引き続き、この問題については厳しく厚生労働省と向き合っていかなければいけないということを申し上げさせていただきまして、私の質問は終わらせていただきます。ありがとうございました